はい、関智之です。今日もこの明治時代の文語訳聖書を読みします。今日はアブラハムがイサクを捧げるという箇所をお読みします。創世紀第二十二章。これらのことの後、神アブラハムを試みんとて。これをアブラハムよと呼びたもう。彼言う、我ここにあり。主。 イータマイケルは「何時の子何時の愛する一人子すなわちイサクを携えてモリアの地に至り我が何時に示さんとする賢の山において彼を犯罪として捧ぐべし」。アブラハム朝ツトに起きてそのロバに蔵を置き2人の若者とその子イサクを携えかつ犯罪の滝木を割りて立ちて 神の己に示したまえるところに赴きけるが3日に及びてアブラハム目を上げてはるかにそのところを見たりここにおいてアブラハムその若者に言いけるはナンジュラはロバと共にここにとどまれ我とわらべは賢に行きて拝みをなしまたナンジュラに帰らんアブラハムすなわち反塞のき木を取りて その子イサクに負わせ手に火と刀を取りて二人と共に行けりイサク父アブラハムに語りて父よと言う彼答えて「こよ我ここにあり」と言いければイサクすなわち言う「火とたきぎはありされど犯罪の子羊はいずくにあるや」「アブラハム言いけるは 子よ「神自ら犯罪の子羊を備えたまわん」と2人ともに進みゆきてついに神の彼に示したまえるところに至れりここにおいてアブラハムかしこに段を築き滝木を並べその子イサクを縛りてこれを段の滝木の上に載せたりかくしてアブラハム手を伸べ刀を取りてその子を殺さんとする時に 主の使い天より彼を呼びてアブラハムよアブラハムよと言えり彼言う我ここにあり使い言いけるは汝の手をわらべに作るなかれまた何をも彼になすべからず汝の子すなわち汝の独り子をも我がために惜しまざれば我今汝が神を恐るるを知るとここに アブラハム目を上げてみれば後ろに押羊ありてその角やぶにかかりたりアブラハムすなわち行きてその押羊を捕らえこれをその子の代わりに反罪として捧げたりアブラハムそのところをアドナイイルへ主備えたまわんと名付くこれによりて今日もなお人々山に主備えたまわん という主の使い再び天よりアブラハムを呼びて言いけるは「主悟したもう我己を指して誓う何時このことをなし何時の子すなわち何時の独り子を惜しまざれしによりて我大いに何時を恵みまた大いに何時の子孫を増して空の星のごとく浜の潔のごとくならしむべし」。 何時の子孫はその敵の門を取らんまた何時の子孫によりて天下の民皆幸いをうべし何時我が言葉に従いたるによりてなりとかくてアブラハムその若者のところに帰り皆立ちて共にベールシェバに至れりアブラハムはベールシェバに住めりこれらのことの後 アブラハムにつぐるものありていう。ミルカまた何時の兄弟ナホルに従いて子を埋めり兄はウズその弟はブズその次はケムエルこれはアブラハムの父なりその次はケセデハゾビルダジエデラフベトエルベトエルはリベカを埋めり。この8人は ミルカがアブルハブの兄弟ナホルに生みたるものなりナホルのそばめはルマというものもまたテバガハムタハシおよびマーカを埋めり。